やっと昼だよ、腹減ったな。マジでラーメン食べたくね。うわ、そう、ここの現場の近くにむちゃくちゃうまいラーメン見つけて、マジでうまかった。豚骨ベースなんだけど、ちょっと並ぶんだけどな。うわ、やべ、そんな考えたらマジでラーメンの口になってきたわ、マジで。あそこ行って右行ったらある。俺松屋で飯食うから。財布なくしたの？絶対俺なくさないけどな。危機管理能力ねえからお前財布忘れんだよ。現場にもその仕事出ちゃうからね。危機管理能力大事だから。絶対なくしたことねえしな、そんな財布なんて。全然意味わかんない。俺ちょっと携帯なくしたから交番見に行ってくるわ。でもさ、暑くなってきたじゃん。暑くなってこの汗かくとさ、もうこの軍手さ、ちょっと酸っぱくなんじゃん。これきついよな。で、現場帰りでさ、トラック乗ってるともうムンムンしてさ、なんか恥ずいじゃん、俺かなって。でも新しい軍手するとちょっとテンション上がるしな。やっぱもう夏はもう臭くてやまっちゃうよ、本当に。気持ちだけどな、ちょっと日焼けできるし。だから筋を通せっつってんだよ。筋を通さなきゃ意味がねえね。仕事だからな、これは。すいませんじゃないんだよ。すいませんって言ってる時点で筋通ってねってことなんだから、お前。筋は筋だよ。筋通せって言ってない。それだけなんだから、ったく。全然筋通ってねえんだから、お前。男で筋通せって言ってない。筋通せ。いや、疲れたな。今日の現場も結構やっぱ忙しいわ。腹減ったわ。ここら辺にちょっとうまいラーメンあるから、ちょっと行こうぜ。おごってやるよ、そんなもん。ラーメンぐらいお前遠慮すんなよ。いい店知ってっから。うん、ちまですか。なんか全然入れないっすよ。ただ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 やった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 。どうしたんすか。現場ここじゃなかったみたい。